アディダススポーツブラジュニア用のスポーツブラの一種である、ルシアン部活ブラスポーツブラは、スポーツ、体育授業などの運動時に着用するブラジャーで、スポブラとも略す。運動時、パナー段階3以降のチブサの場合に、スポーツブラが必要通常のブラジャーは、チブサの形を美しく整えるために作られている。しかし、スポーツ、体育授業など、運動時に、肩紐や、 アンダーバスト部がずれやすく、また、布地の重なりによる厚さで、着用者が不快に感じることがある。さらに、チブサのタナー段階3以降で、通常のブラジャーを着用して運動しても乳揺れを防ぎきれず、乳揺れによる疼痛が生じたり、チブサの下水の原因となることがある。そこで、チブサのサポート効果が高いスポーツブラが使用される、ジュニア用のスポーツブラもあり、 チブサの棚段階3用のスポーツブラとチブサの棚段階4用のスポーツブラがある。ジュニア用のスポーツブラは、ジュニアブラと形状や材質が異なるため、ジュニア用のスポーツブラは、ジュニアブラ代わりにならず、運動時以外で、ジュニア用のスポーツブラの着用は適さない。ズレにくさを重視し、ハーフトップのような形状である。肩紐は太く、後ろで交差する形状になっているものが多い。 アンダーバスト部は伸縮性の高い生地である。ワイヤーやホックは、すれて肌を痛める恐れから使用しないものがある。ホックのないものの着用は、頭から被るなどする。コットンポリエステルの素材を用いる。コットンポリエステルの素材を用いる。コットンはクッション、またはブラパッドとして胸部に使用され、敏感な乳房部や乳首、乳輪を保護する目的や、吸汗性を高めるために、 ポリエステルは動きに合う、要伸縮性を持たせるために用いる。乳房部の谷間や、乳房部とその下の谷のアンダーバストの部分には特に汗をためやすいため、メッシュなどの熱を調整しやすく、乾きやすい素材を用いて、通気性を良くする。タンクトップハーフトップキャミソールに、スポーツブラの機能を持たせたスポーツ用のブラトップ、ハーフトップブラブラキャミもあり、スポーツブラを着用しない代わりに、 スポーツ用のブラトップハーフトップブラブラキャミを着用して運動をすることが可能になっている。スポーツインナーの特徴、恥ずかしがる娘も OK ともブラで思春期の胸をケア。ニックキースタイル2020年5月3日へずらん、入棒の棚段階3用は全車のみ、同胞分用は全車、後車のどちらか、ありがとうございます。